ダニエル・オーウェン・ジェームズはイングランドバーバリー出身のサッカー選手。ウェールズ代表。リーズ・ユナイテッド FC 所属。ポジションはフォワード。2006年、10歳の時にハルシティのジュニアチームに加入した。12歳の時、友人との関係を優先するためサッカーをやめたいと思ったこともあったが、ハルのコーチに引き止められたという。 2014年 U-18 チーム所属時にウェールズに拠点を構えるスウォンジーシティ AFC が持つ U-18 チームに移籍をした。2017年6月30日、クラブのリザーブチームからトップチーム昇格と同時に当時フットボールリーグ1に所属していたシュルーズベリータウン FC へシーズン終了まで期限付き移籍をした。しかし、 ここでは全く出番を得ることができず、公式戦に一試合たりとも出場することはなかった。2018年2月6日、FA カップ4回戦のノッツカウンティ FC 戦で、後半62分、ネイサンダイアートの交代でピッチに入り、トップチーム初出場を飾った。さらに、82分には、プロ初ゴール並びに、ツオンジーでの初得点となるゴールを決めている。 2018から19シーズンからはチームの主軸として活躍をし8月17日のバーミンガムシティ FC 戦でリーグデビュー11月24日に行われたノリチシティ FC 戦でリーグ初得点を記録した2019年6月12日マンチェスターユナイテッド FC へ移籍することが発表された怪我人が前線に続出していたこともあり 開幕戦チェルシー FC 戦で途中交代から4点目を決めて移籍後初ゴールを挙げ第2節からは先発で出場した2021年夏の移籍期間最終日となる2021年8月31日にリーズユナイテッド FC へ移籍することが発表されたイングランド出身のためイングランド代表選択権も持っているが 彼の父がウェールズのアバーデア出身ということからウェールズ代表を選択した。U-17 と U-19 代表では、それぞれの UEFA 欧州選手権に出場した。2018年11月20日、以前から A 代表招集はあったものの、出場こそはなかったが、この日のアルバニア代表との親善試合に臨むウェールズ代表に招集され、 フル代表初出場を飾った。2019年3月24日に行われた UEFA 欧州選手権予選のスロバキア代表戦にて前半5分にこの試合の決勝点となる代表初ゴールをマークした。父はウェールズ出身のウェールズ系イングランド人、母はイングランド人である。2019年5月11日現在、サッカーを諦めかけていた。 輝く21歳、ジェームズ、ユース時代の苦悩を告白サッカーキング2019年9月18日、ハイリー、レイテッドハルシティヤングスター、ダン・ジェームズ、ロスト2スウォンジーシティ472000ポンド、ハルデイリーメール、ウェブドットア web.archive.org2019 年5月10日、閲覧。ダニエル・ジェームズ、スウォンジーシティウィンガー・ジョインズ、シュルーズベリータウン・オン・シーズン、ロングローン。 https://www.bbc.co.uk スポーツスラッシュフットボールスラッシュ404575962019年5月10日閲覧。スウォンジーシティ8から1ノッツカウンティ。G https://www.bbc.co.uk スポーツスラッシュフットボールスラッシュ428683532019年5月10日閲覧。ダニエル・ジェームズ、オフィシャルウェブサイトオブザ・スワンズ、スウォンジー・シティ・エフシーレイテストニュース、フォトスビデオズ、ww.swenseacity.com 2019年5月10日閲覧。ダニエル・ジェームズ、フットボール・スタッツ、スポンジ・シティ・ユー21・エージ21、サッカーベース、www.soccerbas.com。2019年5月10日閲覧。ダニエル・ジェームズの契約が正式に完了。マンチェスター・ユナイテッド。2019年6月13日閲覧。 ダニエル・ジェームズ・ガリーズと契約。マンチェスター・ユナイテッド。2021年9月1日閲覧。ダニエル・ジェームズ、オフィシャルウェブサイトオブ・ザ・スワンズ、スウォンジー・シティー・ AFC レイテストニュース、フォトスアンドビデオズ。wwans-eacity.com w w s。2019年5月11日閲覧。ダンズ、ウェールズ・プライド、スウォンジー・シティー・ FC。 w w w、e、s w e n s e a c i t y c o m 2 0 1 9年5月11日閲覧スタジアムスチュアート・ジェームズ・アットカーディフ・シティウェールズ・アップ・アンド・ランニング・アフターダニエル・ジェームズ・アーリー・ストライク・シンクス・スローバックザ・ガーディアン一瞬0261から 3077https w w w c e a a r d i a n c o m フットボール、2019、マール、24、ウェールズスローバックユーロマイナス -2020、クオリファーマッチレポート2019年5月11日、閲覧。ダニエル・ジェームズ、オフィシャルウェブサイトオブザ・スワンズ、スウォンジー・シティ・エフシー・レイテストニュース、フォトスビデオズ、ww.swenseacity.com 2019年5月11日へ閲覧、ありがとうございます。